はい、どうもー。今日はブログの補足説明ってことで、アルトラマラソンのね、やり方を、解説しつつ、ノーカットでね、見せていこうという感じですね。ここら辺で、今回進行度は早いでやっていきます。超早いだと、ジュエルビーストに入れていくんで。マルディアス。世界には謎の財宝が。あと、基本的に、多分この動画見てる人は、シンサル顔をしたくて、ミルザの装備集めてると思うんで。冒険者の超早いはなしの方法でいきます。ローザリア生まれの聖戦士ガラハド、エスタミル生まれの炎の魔術師ミリアム、そしてグレイ。実際どんな感じでやってるかっていうのをね、これで。まず最初にここでアルトラ回収します。1時間場しましたが、でまあここでパッパがメルビル行きましょう。さてこれからどうする。懐も暖かくなった。一旦解散するのはどうだろう。私はクリスタルシティに帰って新しい武器のす。ここでまあ2人と別れます。しばらくここに。あいつは帝国の出身なのか。わかんない。彼何も話してくれないんだもん。ここら辺はまあボイスのスキップとか入れてあげるともっと早くなりますけど、まあ、僕はちょっとボイス聞きたいんで入れてます。でここでジャンと衝突してジャンの依頼を受けます。でここで間違えてジャンの依頼を断るとこの集会でクローディアが出てこなくなるんで気をつけましょう。これはもう稼ぎと関係なしにもグレー編やる人は気をつけてください。なの でここでクローディアを仲間にします。で次期待スタミルに行った。でまあ下水道取ってるとお金かかんないで楽ですけど、お金かかんなくていいんですけど、まあとりあえずねお金はいっぱいあるんで。で、南エステンテと。で、ここでアイシャを仲間にします。で、アイシャがいない場合ですね。ここで依頼を受けると、確実にアイシャがいるんで、このイベントをこなしてアイシャを助けます。まあ、今回はまあ、ちょいちょい稼ぎ入れつつ、やっていく感じでいきましょう。で、今ダークいったな。まあ、ダークはもうちょっと別に後のタイミングでいいんですけど、まあ、適当に好きなタイミングで入れてください。で、今回のルートでは、ついでにスイル倒します。あ、ちなみにここは火の取り合いにした方が早いです。で、まあ、アイシャが仲間、さっきのパブで出なかった場合は、ここでアイシャが仲間にできるんで、アイシャの仲間、ここで仲間にしましょう。で、まあ、アルドラインイベントやれる人はもう多分、ウィザードのレベルが5だと思うんで、火の鳥連発で適当に進んでいきます。で、まあ、次にここでジュエル稼いでおきましょうと。で、次、クリスタルシティ行きまーす。で、ダーク、さっきの段階で仲間にしない人は、ここにダークがいるんで、まあ、ダーク探しましょうと。で、目的はパブ。パブ行って、あ、もうやった。クリスタルで。こっちのね、おじさんたちに話しかけて、スカーブゾーン解放します。
で次、マップアビリティセットしていきます。まあ、ステニンと、まあ、ジャンプクライミング。まあ、ここの枠はアイテム交渉とかにしてあげれば、途中で、敵をね、なんかいろいろスキップできる場合もあるんで、まあ、ここはまあ好きなやつ入れてください。で、次、装備セットしていきます。ここはなんか事前にいろいろ準備しておくと、後が楽なんで、準備しておきましょう。ん？なんか青の剣が出てこなかった。まあ、青の剣出てこなくてもまあ問題はないでしょう。さて、まあ装備に関してはまあ人それぞれいろいろあると思うんで、適当に装備していただいて、で次にスカーブ山に行きます。で倍速にしてるとまあこんな感じで急にツイートされたりするんで、あれか、今回はここら辺に適当に煙玉入れてみましょう。まあ、ここは避けながらガンガン進んでいきましょう。あ、で、まあ、チンしたらめんどくさいんで、リセットします。進行度の関係上、なるべく戦わないように移動していきまーす。で、まあ、適度に3倍じゃなくて、等倍も入れつつ移動していきます。まあ、1匹だったら、適当に。煙玉使って逃げていきます。ここ上で待ち構えてる場合があるんで、なるべくステレスとか使って上に行きます。でまあぶつかっ、おっと道を間違えた。久しぶりにやると間違えるもんだな。あ、めんどくさこれ。で、ここ着いたら、タイニーフェイザーの羽をもらいます。で、勇気の証の話を聞いて、で、次、トマエ火山ですね。トマエ火山の話が来るんで、これでリガウ島がモンスターに襲われます。おっと、いつもすごくくらった。ここで移動してって、よいしょ。で、ここで巴火山の話をします。ここで一旦マップアビリティ解除して、付け直すと。アビリティの回数回復するんで、このまま。巴火山に突っ込みます。はい、じゃあ巴火山到着。あと、前火山結構モンスターが多いんで、気をつけて進んでいって、不定形に関してはこいつはもう確実にサーチしてくるんで、なるべく当たらないように。敵が多かったら、まあ、頑張って避けまーすよっと。で、敵避けれるなって思ったらもう倍速入れてスッと逃げましょう。で、今ステニン両方適当に使ってますけど、まあなるべく敵のシンボル見て使うアビリティは
見ていきましょっと。ここちょっと道が狭かったんで、助かったっすね。で、魔族系に関してはもう勝手にワープしてくるんで、あんまり油断をせず、よいしょ。で、壁向いてあげると、あいつら回り込むように自分の正面に出てくるんで、なんか魔族系が追いかけてきたときは壁向いて自分のケツに来るように調整してあげると避けやすいです。で、ここでフレームタイラントと話します。アイスソードが始まります。で、これで使用許可がもらえるんで、まあ一旦ね、ここを通れるようにして、で、多分そのマップアビリティの回数が、まあちょっと私もうスキルレベルだいぶ上がってるんで93回あるんで、まあだいぶ余裕あるんですけど、まあ、足りない場合は、まあ、なんか40とかでもう残り20回しかないよとかって時は、まあ、一旦ジェルと持ってマップアビリティ回復したりとかしてはまた来ましょうと。で、面倒だから倒しましょう。で、まあ適当に倒していきます。まあ、セルフバーニング解除して、あとはまあガンガン殴ってるだけなんで、まあ、適当に一人早場先とか振ってセルフバーニング解除したりとかしながらもうぶん殴ってるだけでいいです。で、本当はあの隊列とか考えて戦った方がいいですけど、もう今回めんどくさいんでもうガンガン敵になると思います。カメゴラワイの方が早かった。まあ、ここら辺はなんか適当に自分が倒しやすい編成組んで倒していきましょう。連携で行くのか。これでフレームタイラン倒したんで、冥府から、煉獄まで行けるようになります。よいしょ。で、入り直しと。で、ここに来たことがあるって話を始めます。で、ここでいろんな人が出てくると。で、ここで、ジャンプを12回使うんで、マップアビリティが足りなの回数が足りない人は注意してください。で、ミルザーとの思い出話始まりますと。で、ここでデスに話を聞きますと。
で、ここで煉獄を見せろ。で、ムービーが始まるんで、まあ、適当にスキップして。で、まあ、念のため、フォーメーション変えておきましょう。で、まあ、念のため、みんな入る前にセーブとかしていただいて、まあ、今回はクイックセーブだけでやるかな。で、ここからはもう煉獄をひたすら駆け上がっていくだけでーす。まあ、煉獄で気をつけることは、もう、ひたすらに、モンスター避けて。まあ、人によっては多分アルドラとかが育ってないんで、あんまり戦わないようにね。まあ、火の鳥とかいっぱいも、覚えてるキャラがいる人は、火の鳥連打してれば大体勝てると思うんで、火の鳥連打してもらって。で、ここでなるべく火柱に当たらないように気をつけながら戦いに行きますと、ここら辺は適当に縛っていきまーす。101回だと。で、とりあえずパッパが1000回まで頑張っていくと。で、まあこの道中も全然戦ってっても問題はないです。まあ、ただジュエルビーストの発生時期の超えてしまうとちょっと面倒なんで、稼ぎとかみたいにいろいろあるんで、まあ超えたところ超えてもね、まあ一応倒せなくはない。特になんかレアドロップとか道中で厳選するとかいう予定がない人は、まあ、適当に戦ってジュエルビストを起こしちゃって大丈夫です。でまあ、スロットは運なんで、まあ、ここら辺のスロット運で周回の速度は変わります。パッパが進んでいきましょう。まあ、ここら辺は多分プランベキューとかでぶん殴ってれば。で、まあ、なるべくここら辺の武器の EP とかにしたり。まあ、理想はまあなんか適当に使わない、EP 消費のない技でぶん殴りまくれるのがいいですね。まあ、煉獄の敵自体は、まあまあ、そこら辺にいるシンボルエンカウント以外はそんなに辛くはないと思うんで。でこいつらの面倒くさいところはほとんどの場合が逃走できないことなんで、たまに逃走できるシンボルもいますけど、まあ、基本的に逃走できないんで当たらないように気をつけましょう。
好きなこと聞いてね。じゃあ、静かだった。まあ、適当にボタン連打倒せるんで。これでガンガン突き進んでいきましょう。正直銀の戦士の指輪の周回でめんどくさいのは本当これだけなんで、煉獄さえ慣れてしまえばまあ特に苦労することはないでしょう。まあ、人によってはね、ここ RTA 感覚でタイムを縮めるの楽しんでみたりとかするといいかもしれないですね。まあ、正直ここをちょっと癖でステルスと忍び足両方いってますけど、忍び足だけあればまあ大体避けれるとは思うんで、植物系とか結構こういう狭いとこだと避けるのがめんどくさいんで気をつけましょう。で、同じ形の通路だったらもうシンボルも大体一緒なんで、通路の形で敵のシンボル覚えて、まあ、忍び足打つかステルス打つか決めていきましょう。まあでも大体忍び足打てば大丈夫だと思うんで、ここもステルス打っても全然いいし、まあ打たなくても、あ、まあ、こういう事故も発生するんで気をつけましょう。いやまあ大体でもお供は不死系のモンスターとかばっかなんで、火の鳥で連打してれば大体肩をつける。あ、ただこのお供の冥府の戦士たちが即死技打ってくるので、まあ、即死だけは気をつけましょう。で、また火柱頑張って受けて、また魔族に着された。あ、魔族が面倒なんで、魔族出るのは分かったら、もう忍び足は打っていいかもしれません。では、火の鳥で適当に片付けて。恐竜か。恐竜はそんなに火の鳥効かなかったような気がしなくもないんで、技適当に変えて、ダークはもう火の鳥これでいいです。火の鳥打てるキャラが多いと結構この周回も楽になってくる。
たまに後ろに戻るだけで回想進めてくれるボーナスタイムみたいなところもあるんで、まあ、踏めたら時短できるんでラッキーですね。でまあ多分奥にまた魔族がいるんで、まあ、ここは忍び足で進んでいきましょう。まあ、ここの忍び足のタイミングはまあ個人の隠密スキルによって、まあ、タイミングは変えてください。で700回とで、ここの700回来た段階で、あ、いい感じですね。いい感じに進行度も上がってきてますね。まあ今回はさっさと銀の戦士の指輪取りに行きたいんでやらないですが、777回に止まると、レアドロップ限定の武器とかが手に入るんで、まあ、よかったらね挑戦してみてください。まあ777回に止まるのが大変なんで、まあそれやった後にドロップも狙わなきゃいけないんで、まあ、暇な時とか挑戦してみるといいかもしれないですね。ここは植物系がいる形だったんで、忍び足だけ受けていきましょう。まあ、不安な人はステルスと忍び足両方打っても大丈夫です。では炎を避けて、おっと、LP3 持ってかれましたね。まあ、当たると LP が持ってかれるんで。戦力が整ってればまあ基本的に死ぬことはないんで大丈夫なんですけど、 LP がない場合は結構 LP じゃない、戦力がない場合は怖いんで気をつけていきましょう。適当に丸ボタン連打で魚を倒すと、で900回到着と。お、いいですね、96回。進行度どんなもんだ、今回進行度かなり余裕があるな。ちょい敵潰してもいいかもしれない。でこれで銀の戦士の指輪がもらえます。よいしょ。でこれで煉獄から、冥府って冥府から現世へ帰ります。
今回ですね、この動画中はですね、もう装備整えた状態で来てるんで、銀の戦士の日々を全員が装備した状態なんですけど、あ、ジェルトン変えなくてよかった。はい、か。まあ適当にここでセーブしたりとかして、マップアビリティを回復しましょう。まあせっかくなんで、ここでちょっと。三鏡の盾とかね、引っ張り出しといて。残ってたかな、残ってないか。で、三鏡の盾がない場合ですね。邪眼の魔除けっていうアイテムを、なんかそこら辺の魔族系モンスターが落とすんで、魔族から引っぺがしておきましょう。で、このクジャラートに行きまーす。で、さっきクリアしたタイミングで、報酬受け取ってないんで、多分ここで一回報酬受け取ることになるかな。さて、あまりにも進行度が足りてないんで、まあ皆さんもうちょっと、煉獄で戦っておきましょう。で、この暇な時間ですね。暇な時間に、まあ、ここら辺のイベントついに潰しちゃいましょう。適当にサクッと倒していただいて、まあ煉獄でやっておくと結構いい感じに、ここら辺はサクサクいくんで、まあ煉獄で進行度はなるべく上げていきましょう。まあでもジュエル稼ぎがしたい人、したい人に関してはもうここら辺でイベントをこなしていきましょう。で、何かと都合がいいのはこのマリンですね。ゴールドマインで、ルイの護衛やって、ルイの護衛に関しては、戦闘もできるんで、いろいろあげられます。まあ、シンプルやれば、まあ、大体吹っ飛んでくれると思うんで。シンプルとかで吹っ飛ばしましょう。で、今回はなんかめんどくさいやつらがかなり紛れてますね。まあ、震災前の世界だったらこんなことには大体ならないと思うんで、安心してください。まあ、適当にまた芝居ていきまーす。恐怖かかっちゃうとね、どうしても時間かかっちゃうのは何かですが。恐怖時に勝ちましたね。まあ、こんな奴らに毎回襲われてたら、それは護衛も雇いたくなりますわ。サクッとクリアしていきまーす。で、これでまた進行度がちょっと上がります。で、まあ、ゴム神殿行って、話を聞いて、で、また北エスタミナに戻ります。ここのパブで話聞いて、で、まあ、エスタミルの地下とかに、こう、
いい感じに行きましょう。こっちよ。こっちよ。ミイラ承認受けてない場合は片コムから行けば早く行けたりします。こっちよ。ダメだ。思い出せん。これはバンバン適当にスキップしてって。多分まだ進行度足りないんじゃないかな。あんまり戦いたくないな。こっちよ。まあ、この玉がつきたらもうめんどくさかったら下がってる。はい。火の鳥とかやったら焼けると思うんで。今回単体技しかやるんだ。まあ、術具いろいろ用意して戦えるのと、こっちよ。まあこんな感じで適当にやってても割とサクッと手に入るんで。で、アサシンギルドまでまだ全然足りてないんで、ここでいい感じにチェーンさせて進行度を稼ぎましょう。でもここはもう火の鳥連打で片付けていきましょう。で、この時にこのフリューが出るとレアアイテムがドロップするかもしれないんで、まあ狙いつつ戦っていきましょう。まあ本当はフリュー先に倒した方がレアドロップしやすいんで、の方がいいんですけど。とんでもねえバゲモンばかりなんですよ。で、助けてあげると。母ちゃん。で、みんな大好き母ちゃんをやっとくと。ここでジュエル回収しておくと、まあ次の集会とかも使えるんで、お得ですね。で、さっきのバトルのおかげで、進行度が伸びたんで、今回はそのままアサシンギルド行っちゃいましょう。ここでやばい話を聞くと。で、この時に、アサシンギルドと水流神殿のイベントが同時に発生している場合は、アサシンギルドが先に発生します。で、まあ、ここら辺のアイテムが揃ってない人は、ここを取ってから行きましょう。で、アサシンギルドを先にクリアします。今回はめんどくさいんです。撤退します。まあ、本当はこんなにイフリートとか出ないんで安心してください。で、最初にウハンジの秘密をですね、クリアしておくと、宿屋に泊まらなくても、
ここで、お母さんをぶん殴るとアサシンギルドが解放されます。まあ、ここは好き。南エスミの宿で泊まってもいいし、おばさん殴るでも、まあ、好きな方を選んでください。私はこのシーンが好きなんで、こちらのです。アサシンギルドに行きまーす。まあ、で、なるべくここで戦いすぎないように気をつけましょう。ここでは真正面向いてあげると止まるんで、いい感じに向いてあげて、でまあ本当は安全のためにステルスまで入ってあげた方がいいです。こうなるんで、まあ、ランク10モンスターがいっぱい出てますが、失礼しましょう。皆さんは安全のためにちゃんとステニング療法を使って移動しましょうね。ちょっと道もちょっと合ってたか。おっと、遅延した。遅延した場合は、めんどくせんで、コンティニューします。ここら辺の使い分けは、まあ、進行度と相談って感じで。判断していきましょう。交通事故を起こしそうなの。アサシンギルドは結構狭い通路にいっぱい人がいるんで、ここがアサシンギルドの本拠地なのか、まあ、気をつけながら部屋本拠地に行ってまーす。でもさっさとぶっ倒します。火の鳥連打とマグランですよ、まあ、ここは本当に何でもいいんで、にさっさと倒せば技連打しましょう。で、周回数によって多分ここのお供の強さも上がってくるんで、まあ、なるべく準備はしっかりしておきましょう。多分このターンで倒せるかな。これでいい。で、アサシンギルドを壊滅すると、ここで。ジュエルビーストの場所を聞けまーす。ジュエだが、その忘れ。で、これでフロンティアにジュエルビーストが湧くようになりましたと。USN 到着と。いらっしゃいませ。お泊まりですか。おっと。で、泊まるとまあクロディアが呼び戻されるんで、適当に、一緒に行こう選択します。約束なんで
しょ。で、今回は宝石銃の盾がいっぱいありますが、ここで事前にね、三日の盾か、なんだっけ、ジャガンの麻薬か、用意しておくといいです。ジュエル見せていきまーす。で、人によってはここでクイックセーブして、レアドロップのメーカーに毒すんのやりましょう。私は別にいらないんで、まあ、ヒントリゲンで。あ、で、ここですけど、グランドセラも次。ゲットする。でもここで、爪が出なかったらリセットしてもいいです。グランドサルム全体攻撃だから、まあここはもうなんか好きに全体攻撃でもしてください。で、火の鳥撃ってあげれば先にお供が全員ぶっ倒れるんで、そしてお供を先に倒すと地面の抽選率が上がるんで、先にお供を倒すように火の鳥を連打しましょう。で、火の鳥のダメージはラミア通りにくいんで、火の鳥が先に来るように調整してあげるといい感じです。あ、今回はウォータームーン打ってるんで、ラミアより先にラメが先にね、倒れてしまうと。まあ、このところでわざわざ爪掘らねえよみたいな人がいたら、まあ、こうやって金倒れちゃってください。まあ、でも正直個人的にここで爪掘るのが一番楽かなとは思いますね。で、ここで、一旦1倍スプレーします。で、ここから鳥が大量に飛び出してくるんで、ステルスを先にかけておきまーす。よいしょ。で、当たらないようにここまで移動して、下に行きまーす。で、ここはトリスト。で、こいつ、石化入れてくるんで、まあ、石化対策ちょっと有利だったんですけど。まあ、火の鳥があれば、こんな感じになります。で、最後に高校の、小型の、子たちを避けてあげて、ジュエルビースト戦に入ります。で、アサシンギルドで、ジュエルビーストに入る場合は、確実に起きるんで、まあ、それなりの覚悟を持って戦いましょう。なるべく精霊石の杖とかで対戦上げておくと楽かな。もういっか。ここでジュエルビーストと戦います。まあ、ここは、まあ、オーバードライブとか使って、倒したい人は、倒しててください。で、リバイバー打てる人たちは、まあ、リバイバー連打して。で、三日の盾があると、ここの、マジック、ここの、お目目攻撃が、出れます。ゴラゴリでいっか。あ、暇になった。で、まあ、念のため、アーマーブレスあたり、行きましょう。
でもジュエルグラスは多分何か行くかな。ジュエルブラスター対策はしっかりしときましょう。でまあそろそろアルドラもこうでしょ。でこいつ相手に術は効かないんで、まあ適当に強い技連打してって、ガンガンこうしよう。カメゴラ割りがあるとまあ防御弾入るんでちょっと楽になりましたね。でまあ一人は回復回してあげて、回復回してあげるか、もうバック回してあげて、でまあウォータームーンなくなったから、まあ不審剣でいいかな。物理に対してはもうノーダメですね。あ、こいついろんな術使ってくるんで、まあ、精霊の精霊石の杖とかで耐え下げてあげるとちょっと楽になる。まあ、ここら辺は好きなように倒してください。まあ、リバイブが切れたらリバイブかけ直してあげて、あとはぶん殴るですね。まあ、火力出す役はもう一生火力出してれば大丈夫です。でここでジュエルビース倒します。で、ここでジュエルと宝石順を叩いています。で、これで一応周回は終わりですね。これで今、宝石順の盾と、どういった銀の戦士の指輪か。がこれで揃いましたと。まあ、こんな感じで周回します。まあ、こんな感じかな。でも人によっては、これの途中で、さっきゴールドマインとか言って、ルイの護衛とかやってたけど、新行動を見て、南エスタミルで、ウハンジュの娘助ける水流のイベントやって、水鏡の盾と、三鏡か。三鏡の盾、揃えてあげて、まあ、でジュエルビースト対策しつつ、まあ、いい盾揃えてあげるとか、仕上げてもいいと思います。こんな感じですかね。参考になったらね、よかったらチャンネルフォローとかお願いします。普段配信は Twitch でやってるんで、よかったら Twitch のね、フォローとかもお願いします。それじゃあ、お疲れ様でした。で、皆さんここでね、セーブして、で、次のニューゲームプラスでまたこのデータ選んであげてっていうのをやりましょう。じゃあ、お疲れ様です。